はい、伊沢さん、それではですね、はい、この季節になってくると、はい、ラフがどん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 やっぱ元気になってきてますんで、はい、ラフでのちょっと打ち方を、教えていただきたいんですけれども、はい、今ちょっとこの状況はどんな感じですかね、ボールの状況。そうですね、まあ少し逆目の、かなりすっぽり、はい、入った感じのライで、で、まあ、グリーンがちょっとまたこれも砲台で、はい、ピン手前という、まあ、15ヤードぐらいですかね。ですよね、はい、この状況でちょっとやっぱ上げなきゃいけないっていう状況ですもんね。はい、こういう、まあ、これもヒント、はい、多めに、はい、いただければ。そうですよね、はい、はい、もうね、私もそうですし、ご覧になっている方も自分でちょっと答えをね、はい、教えてほしいなと思っておりますので、甘めにヒントいただけると嬉しいです。わかりました。了解です。まず、まあ、これはまあラフであろうが、はい、ラフでなかろうが、まあ、一緒なんですけど、まあ、まずはボールのラインの状況をしっかり見極めるっていうことが大事です。はい、で、まあ、基本的にラフってじゃあどうなることが多いのかっていうのを考えてほしいんですよ。はい、で、うまいヒントちょっと難しいんですけど、逆にラフの時ってじゃあこのボールの下のスペースってあることが多いのかないことの方が多いかっていうと、どっちだと思います？日本だったら意外とある。ある、そうですよね、はい、あることは結構多いと思うんですよ、はい、で、あるってことは何がいいのかっていうことを考えてあげるといいですかね。はい、で、あとは皆さんがラフで、まあ、逆目は結構また難しいんですけど、どういうミスが多いのかっていうふうになった時に、まあ、深くなってきたりするとおそらく飛ばないことが多いんじゃないのかなと、はいはい、下手したら出ないこともあります。ね、あります。で、はい、はい、プロでもたまに深いラフからこう振ったけどボールがあんま動かないとかあったりする。あります、はい、あれがなぜ起こるかっていうふうなことですよね。なるほど、はい、はい、っていうのが、まあ、その考えるヒントとしてはいいんではないのかなと。はい、それを踏まえて一度僕今打つんで、はい、はい、ちょっと見ていただいて。わかりました、はい、お願いします。いいと思います。この状況ですよね、はい、はい、もういい感じで打ったと思います。いい感じで抜けましたよね、はい、私のイメージとしてやっぱこんだけちょっとラフが深くて逆目だと、はい、やっぱりちょっと引っかかるイメージがあるんで、はい、やっぱりちょっとフェース開きたくなるのと、はい、やっぱりこうだるま落としが怖いんで、そこが難しいところですかね。やっぱりそうですよね、開かなきゃ引っかかる、はい、開きゃだるま落としになる、はい、うん、がやっぱ難しい、ね、そうですよね、はい、はい、おそらくこれ僕打ってて、はい、だるま落としでその辺っていうショットはおそらく一発も出ないです。今の伊沢さんの打ち方だったら一発も出ないです。もう本当その辺っていうのは、はい、じゃあ皆さんがやるダラム落としのパターンやりましょうか。はい、はい、はい、といて、じゃあ開きます。ほんまもんのダルマ落とし、はい、初めて見た、はい、ほんまもん、はいっていう感じなんですね、はい、なんかヒントがレベル高すぎて分かんなかった。まあ、打ってるとこ見てもらえると、はい、多分動画で見てもらえれば、なるほど、結構違うと思うんですけど、じゃあもうちょっと極端にいきましょうか、はい、はい、どっちがいいですか、だるま落としがいいですか、それともうまいだるま落とし、もう一回見せてください、はい、おまもんのだるま落としや、はい、以前教えてもらったノリと抜け、はい、で出玉と軌道の差がありすぎる、はい、いわゆる抜けのショット、はい、だからだるま落としになったのかなって思ってみたんですけど、はい、近いですか。あ、まあ、はい、近いと、ほぼ答えでいいと思います。ということは乗せる、いわゆる上に打っていけばこの状況でもフェースを開いても出る、そういうことです。なので、まあ、特にラフは下スペースがありますから、はい、まあ、僕の
そうですね、このチャンネルではもしかしたらまだやってないかもしれないですけど、ティーアップして、そのティーアップした球を打っていくっていう風なドリル、はいはい、あるんですけども、それとかもまさにそういう練習なんですよね。ティーアップした球をボールの下により入れるんで、そこからこのロフト通りに下から上にまず乗っけていくっていう練習からやるんですけど、はい、それっていうのはこういったのにすごい応用が効く。あ、じゃあ、あのドリルでだるま落としになってる人はこの状況でも同じことになるってことですね。あります、はい、あれをちゃんとこの下から上に開きましょうか、開いておいて下から上に、から上に、から上に打てる人はまずならないです。じゃあ普段の練習場でも練習できますね。できます。ラフの練習、ラフの練習もできますし、まあ、こういうロフトがしっかりと寝てるものの打ち方の練習もできるんです。あのドリル最強ですね。結構いいドリルなんです。ただそれを分かってやってるのか、ただ分かんないでただティーアップしたボールを打ってるの全然違うんで、なので、まあ、大体こうやってスペースがあると思うんで、はい、はい、まあ、これをちょっと沈めた感じでも、この下って結構こう入るんですよ。これ今じゃあちょっとこういう感じ沈んでる感じ見えるじゃないですか。でもこの下結構こうやって入るんで、あ、じゃあ一見沈んでるように見えても実はこうやって見れば、はい、あるってことなんです。あるんだ、はい、だからこれが例えばめちゃめちゃ浮いてたら、はい、ちょっとなかなか浮かないですけど、例えばこれってもうすごいあるじゃないですか、はい、下に入ってくじゃないですか。もう4センチぐらいのティーアップしてる感じですよね、これだと、はい、なので例えばじゃあこれが仮にですよ、はい、ドライバーぐらいのティーアップだなとか、はい、じゃあこれがちょっと沈みましたと、沈んでもまあこれでも下にスペースありますよね、はい、じゃあこれは例えばじゃあフェアウェイウッドぐらいのティーアップだなと、はいはい、じゃあこれはもうちょっと沈んでったら、あ、アイアンぐらいのティーアップだなとか、そうやって考えればいいんだ。はい、でやると練習場のマットにだいたいこの長さが違うティーがあったり、あります、あります。あと自動で出るところであれば、はい、ティーの調節ができるじゃないですか、はい、そのラフの、まあ、このラインをだいたいこんくらい入るなっていったことを想定してやってあげるといいです。なんか偉くなってきた俺、はい、であとはその実際ここ違うのはこのやっぱ芝の抵抗の分がちょっと違うんで、はい、あとはそこはちょっとこう現場出てもらって、これぐらいの抵抗はこのじゃ逆目だとあるんだなとか、逆に10名だとこれぐらいなんだなとかっていうのをまたやっていってもらえるといいか。そうか、じゃあそこのその軌道はあれだけども、順目と逆目だとその芝の抵抗が変わってくる。そうですね、あとはまあこの沈み具合とか密集度だったりとか、はい、芝の質とかによっても変わってくるんで、うん、はい、っていうのをまずやってあげるといいのかなと、はい、はい、そうすると今この沈んでる感じ見えるじゃないですか、はい、でも実際はこれだと ST ぐらいはあるなと。ありますね、まあ、SML とかあったら ST ぐらいあるかなと。ってなるとこれは上から打ち込みたくなるじゃないですか、はい、上から打ち込んだらこれだったら絶対打ち込みます、ね、はい、はい、絶対ダメです。これ全然もう下から開いたやつを上に、やつを上にやっていかないといけないです。めちゃめちゃかっこいいですね、はい、打ち込んでましたね、はい、これ打ち込んだら無理ですね。で特にちょっとここ左足上がりなんで、より打ち込んだらダメです。でも私がずっと読んできたゴルフ雑誌はラフの時は直接ボールにコンタクトするから、ダウンブローを強くしろって書いてましたよ。はい、相当難しいと思います、はい、今のが優しいですよね。そうですね、はい、なので大体まあこれもう本当ランダムにこうバーッとボールをこうやって置いたとしても、はい、大体これちょっと今僕打ったディボットの後ですけど、はい、これですらちょっと下に入るじゃないですか。入りますね、はい、もう全然ダウンブローダメです。いや、はい、これなんかめちゃめちゃ入りますよね。これも入りますよね、はい、はい、これも入るんですよ。なんだ怖くないね、ラフ。ラフ結構簡単ですよ。だからですね、はい、下にスペースがあるんで。問題は下にスペースがない深いラフです。なるほど、それちょっとなんかありますかね。ここだとあんまないですけど、無理ぐり作んなきゃ無理。プロゴルファーがダルマ落としでミスするじゃないですか、はい、それはそのシリーズなんですよ。基本的にはそのシリーズなんですか。そのシリーズなんですよプロのダルマ落としは結構やっぱりこう上から打たなきゃいけないけども、はい、
でも下を抜ける可能性があるというか。だからここまで来たら本当にやっぱ上から打たなきゃいけないわけですね。これ今結構深いで埋めましたけど、はい、でもこれでもちょい下に入りますかね。ああ。だこれ結構沈んでるじゃないですか。めちゃめちゃ。めっちゃ沈んでます。はい。はい、これで下から上はちょっとあれですけど、まあでもレベルの中のちょっと下から上に打ちたいかなって感じです。僕これ上から行かないですね。じゃあもうよっぽどですよね。これ上から行くなら番手上げます。番手上げちゃう。PS とか、はい、ピッチングとかでやります。でそうすると何になるんですか。そうすると下抜けづらくなるんで、これを50度に変えるだけで開いて少し上から行きますよ。そういうことなんですね。はい、これいよいよスペースないぞと、はい、あったらもう番手を上げて、はい、同じように打ってあげればいい。そうですね、それだけでも十分変わってくるかなって。いやもう今年の夏大丈夫ですねこれ。はい、あとあとこの芝の抵抗がもっとこうじゃ強い感じの逆目とかは、うん、それも番手上げるのもいいです。まあ結構下入るじゃないですか、はい、下入って、まあ、これでやるとちょっとあれですけど、50だとちょっと54とか、はい、56ぐらいとかでもさそうですけど、同じようにまあ、ちょっと緩んじゃいましたけど、はい、打ってあげると同じように、まあ、ちょっと緩んじゃいましたけど、はい、打ってあげると意外と行ってくれます。抜けなくなるんですよね。はい、今ちょっとごめんなさい、あえてあの抜けに行っちゃったんで。あ、なるほど。50度の分一回50度のままじゃ打ってみましょうか。はい、でではい、多分これは54ぐらいのちょうどいいぐらい。そうですよね、はい、今年の夏大丈夫そうです。はい、結構ラフは皆さんが思ってるよりも難しくないんですよ。楽なんですよね。これちょっと聞いていいですか。はい、まあ日本の芝だと、まず確かに下にスペースあります。はい、海外、まあ、海外だといろんな芝あると思うんですけれども、海外になってくると勝手が変わってくるんですかね。そうですね、少し変わってきます。だってフェアウェイだってちょっと沈むっていうじゃないですか。はい、基本的にやっぱラフでも沈んでる場合が多いのかしら。そうですね、沈むだったり、あとはこの密集度がすごかったりとか。密度もね、はい、であと芝の強さが多分ちょっと違うんですよね。少し日本の方が軽い感じが僕は、まあ、もちろん場所によるんですけど、海外といっても。はい、だからそういった場合はどちらかというと、まあ、ここはちょっと難しいですけど、構えといて当たり負けしちゃいけないんで、当てて終わりっていう感じで打たないといけないんですよ。はい、さっきだと下から上にこう密集してるあれだとしたらね、海岸のね、とかちょっと下硬いよっていう風な感じだと、これ今ごめんなさい50度ですけど、構えといてここで止める。でここで止める。でここで止める感じでこうやって打ちたいんです。でどちらかというとここでヘッドが先に当たり負けしないでいくけど、ヘッドは先にこう行ってくれるんで、ボールの下をくぐらすことができるよみたいな。なるほどなるほど。はい、これが日本の芝先と僕がやったらこう使っていくと、体とクラブが同じような同調する感じになってしまうんで、はい、それよりかはしっかりとこう打ちながらもヘッドが行ってくれるような使い方とかが良かったりしますよね。まあね、その北海道行ったりなんか洋芝のラフなんかでプレーする機会がある方は、今の打ち方なんかをちょっと覚えておいていただくと。そうですね、まあこれだったりいっぱいあるんですけどあの今のはどちらかというとこう結構密集してこう芝が強い感じの時とかはそうですし、それこそフリップとかもいいと思います。あ、ここでフリップ使える。はい、このラフだとちょっとあれですけど、意外とフリップ使えるんですね。はい、さっきこう置いたティアップこう乗っけてくやつをクラブでやるだけなんで、はい、体でこういくか、クラブでこういくかだけの違いなんで、フリップ系の動作はいいと思います。そうですね、まあ一回じゃあそれで打ってみましょうか。はい、お願いします。前と言って
クリック系の感じで打って、打っていくと、こんな感じ。おフリップ使える。はい。で、体でこう運ぶより飛ばなくなるんで。うんうんうん、はい。ってことは、何が言えるかっていうと、振って切るってことですよね。その時振れるわけですよね。はい。だからそのラフの抵抗がこう強くとかなった時とかに、より振っていけるってことなんです。うんうんうん、はい。だからこうフリップさせたら振っていくと。フリップさせたら振っていくと。フリップさせたら振っていくと。うわぁ。はい。いいわ、これ。はい。まあ、この芝じゃ必要ないですけど、でも、当たり負けしたくないような芝生とかだったら、今みたいに、ある程度ヘッドスピードだったりとか、力強く振っても、フリップさせておけば飛ばないんで。いいですね、これ。もしかしたら、これ、女性なんかでも今のは、使えるテクニックかもしれないですよね。そうですね。でも女性のフリップ、またちょっと、あれなんですけど、まあでもこういう芝だったら結構使えると思います。十分ね、はい、うん、まあラフはちょっとまた違ってきますけど、こうちょっと沈んだ系の長くなくて、はい、ちょっと下が硬いラフとか、はいはい、もうありますよね、はい、ちょっといわゆるセミラフっていうんですかね、はい、の時とかも今度フリップ系でフリップさせて鋭角に入れるとか、はい、まあこの人は寄らないですけど、前と言ってフリップさせながら出てる。こんなようなやり方もあります。フリップさせて今のはちょっと抜いた感じ、鋭角に入れてる感じですね、はい、これも非常に、まあ、海外とかだと使えたりします。こんな感じで振ってっても飛ばないってことですね、これはね。ということですね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、もうこれでこの夏は安心して寝れます、はい、アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした、内容になっております、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。